はい、お願いします。それではまずはじめに伊藤浩一さんの自己 PR をお願いいたします。私伊藤浩一は浜川小学校、鈴ヶ森中学校で学びまして、品川育ちでございます。仕事もまた、品川区の職員として、昭和60年から児童センターの指導員また副館長として約19年間、勤めさせていただきました。この時、多くの子どもたちとの触れ合いの中で、たくさんのことを学ばせていただきました。その一つが、子どもの目線に立つことの大切さでございます。一人の子どもの目線からは、その子どもの向こうにいるお父さん、お母さんが本当にご苦労されながら子どもたちを育てている、まだそのお父さんとお母さんの向こう側には おじいちゃま、おばあちゃまがさまざまな思いを持って生活をしていらっしゃる、こうした社会のさまざまな課題が一人の子どもの目線から見えてくることを学びました。私は子どもの目線は社会の状況を示す、また映し出す鏡であると、また未来を創造する原動力にもなると、このように思っております。またこの児童センター指導員時代、平成7年の1月の17日阪神淡路大震災が発生をしました。私の後輩で神戸出身の後輩がおりますけれども、ご両親が実家で被災をされているという状況でありましたので、翌日の1月の18日に私はこの後輩とともに神戸へ向かいました。東京と同じように都市の直下で大地震が発生をするという恐ろしさとともに、当時の政府の対応に本当に悔しい体験をいたしました。その時私は、政治とは命を守ること、このことを心の底から思いましたし、今はこのことが私の原点となっております。平成17年に皆様のご支援をいただいて、私は東京都議会へ送っていただきましたけれども、このことを私自身の原点としながら、皆様のお役に立ちたい、そしてまた人の命を守ることを私の政治信条として、緊急地震速報の設置促進などの防災対策、そしてまた子どもの事故防止対策としてのチャイルドビジョンの普及、また障害者のためのヘルプカードの創設などに取り組ましていただきました。東京は首都直下地震が切迫性が高まっております。これにしっかりと備えていかなければなりません。今こそ都議2期の経験を生かして、都民・区民の皆様のかけがえのない命を守れるように、全力で安全安心の東京品川を築いてまいりたいと決意をしております。ありがとうございます。それでは続いて、東京都において若者が自立して生活していくための環境についてお考えをお聞かせください。はい、私は社会の閉塞感を打開して、若い情熱と力で時代を切り開く先頭に立つのは青年であると思っています。そしてまた首都東京のあらゆる原動力になっていくのも青年であるというふうに思っています。その若者が自立して生活していくためには、まず若者が抱える悩みや壁を乗り越えなければなりません。しかし、最近では人間関係が非常に複雑化、また希薄化している中で、一人で悩みを抱える若者も多くいるように思います。私は改めてこうした若者への政策が行政が行っているのかどうか調査をしてみました。東京都におきましては、青年施策については18歳を過ぎると家庭を持って子どもができるまでの間、ほとんどこの青年政策というのがない現状であることが分かりました。そこで私は平成21年予算特別委員会において、若者が抱える不安やあるいは悩み、それは仕事のことであったり、将来のことであったり、人間関係であったり、結婚のことであったり、もう様々多岐にわたります。こうした青年の悩みをしっかりと受け止めて、一緒に解決の糸口を見出してくれる、そういった総合的な青年の相談窓口を都が早急に設置をするように求めました。これに応えまして、東京都は若者のどんな相談にも対応する東京都若者総合相談窓口
若ナビを創設していただくことができました。これが中野若ナビの PR 用のカードでございますけれども、初めはこの若ナビ電話相談から東京都始めました。そしてついで24時間受付が可能なメール相談も始まりました。そしてこれも都議会公明党が求めてまいりました通り、面談によっての相談、これにも受けていくということで、心すっきりカフェという名称で面談による相談も進められているところでございます。若ナビは年々好評でございまして、平成23年度は7400件の相談が寄せられた、平成24年度は7700件ということで好評でございます。ぜひとも今後も多くの若者にこの若ナビを知っていただいて、また活用していただいて、悩みや壁を乗り越えてほしい、そして自立した生活、自立した人生をたくましく歩んでほしいというふうに私は願っています。ありがとうございます。それでは続いて地方自治体の財政健全化について、行政のスリム化が第一に行われるべきだとお考えになりますでしょうか。はい、私はその通りだと思います。東京都も財政難にありましたけれども、東京都の財政、これを再建をしてスリム化をしていかなければならない、こうしたことから都議会公明党は、江戸時代から続く大副町のような、単式簿記による東京都の会計制度から複式簿記発生主義会計に改めるよう東京都に強く求めてきたのが都議会公明党でございます。都はこれに応えて平成18年から全国の自治体で初めて新公会計制度を導入いたしました。これによりまして、東京都が抱えていた1兆円と言われる隠れ借金、これが明らかになったのと同時に、財政のスリム化、見える化を推し進めてまいりまして、2年間でこの隠れ借金1兆円を解消することができました。さらに1兆円の基金を積み上げて、今後の税収減やあるいは災害時に備えることができました。この新公会計制度は国も他の自治体もですね、ぜひとも取り入れていくべきと私は考えております。また都の財政を圧迫していた職員の人件費が大変な圧迫をしていたわけでありますけれども、これを軽減するために定数の見直しを都議会公明党は求めてまいりました。これによりまして、ピーク時約22万人の東京都の職員がおりましたけれども、これを16万人に縮減をさせていただきました。さらに都議会公明党は職員の通勤定期代、これを1ヶ月支給であったものを6ヶ月支給に改めるよう提案をしてまいりまして、これによりまして34億円の都財政の無駄をカットすることができました。また幹部職員らの天下りの温床と批判をされておりました東京都の管理団体、いわゆる外郭団体でありますけれども、これも無駄なことをやっている団体もあれば、似たようなことをやっている団体もございました。これの統廃合を求めてまいりまして、今はこの72の管理団体があったものを33の団体にスリム化を実現をすることができました。さらに役員の報酬のカット、そしてまた退職金の廃止も断行をしてきた、これが都議会公明党でございます。そして都議会公明党は財政のスリム化、また見える化を主導してきた、このリードをしてきたわけでありますけれども、今後もこの行政のチェック機関として都議会公明党は税金の無駄遣いを厳しく監視をしていきたいと思っています。ありがとうございます。それでは続いて雇用問題への対応として、国はどのような対策をすべきかお考えをお聞かせください。はい、私は雇用の問題は今本当に長引いたこのデフレ状況の中で、特に若者のこの雇用の問題、大変な課題だというふうに思っております。そしてまた雇用を創出するためには、まず経済の活性化、安定化を確実に進める必要があると思います。そのためには私はまず国は日本経済をそこから支える中小企業をしっかりと目を向けて、
この中小企業への支援を厚くしていくべきだというふうに思います。中小企業が元気にならなければ本当の経済活性化にならないと私は考えています。国は中小企業の資金繰り、あるいは経営改善の支援、こうしたことの他にも日本の中小企業の優れたこうした技術をもっと世界にですね発信をしていくべきだというふうに思っています。そして中小企業の経営が安定してくればもっともっと雇用が作り出される、このように思います。また私は、若者と中小企業の雇用のマッチングを図っているとの施策がありますけれども、若者就活応援プロジェクト、また、合同就職面接会、こうしたとの施策を若者を応援する施策をですね、私伊藤浩一も積極的に応援をして拡充をしていきたいと考えています。ありがとうございます。それでは最後に、最も実現させたい施策は何でしょうか。またその施策をどのように実現させるのかも具体的にお答えください。はい、昨年の4月、東京都は首都直下地震による被害想定を明らかとしました。これによりますと品川区は23区でもまず一つは津波、これが一番想定高が高い 2.61 メートルということでございました。この津波対策に備えて都議会公明党、また品川区議会公明党もしっかりとチームワークで議会質問させていただきまして、今は品川区に約600カ所以上の海抜表示をつけていただきまして、日頃から皆様のお暮らしの地域の海抜、これを認識していただきながら、いざ災害が起きた、津波あるいは高潮が襲ってくるといった時に参考にしていただきたいというふうに思っています。そして今後はこうした津波あるいは高潮、この被害を受けないためにはですね、何より大事なのは正確な避難情報が沿岸地域の方に確実に届く体制の整備だというふうに思っております。そしてまた今後津波避難ビル、この指定をですね、行政と民間、あるいは行政と都営住宅と、こういうところが協定を結んでいきながら津波避難ビルを指定をですね拡充をしてまいりたいというふうに思っております。そしてまた先ほどの首都直下地震の被害想定、これによって見ますと品川区はですね最も都内でも危険度が高い木造住宅密集地域が点在をしております。あるいはまた集中してこの木造住宅密集地域があります。これまでも木造住宅密集地域対策については品川区もまた東京都も連携をして取り組んでまいりましたけれども、なかなか計画通りに進んでこなかった、こうした現状があります。この被害想定によりますと、品川区は首都直下地震が発生をした際にはドンと来た時にはですね、なんと品川区内同時多発的に約40カ所で火災が発生をする、この火災が延焼し燃え広がりながら品川区の建物の 31.9% が焼失するという想定になっています。そしてまたこの被害想定によれば品川区内死者は約800名、そのうちの520名が焼死と想定されております。いかにこの火災対策、木造住宅密集地域対策、これが重要かということを私は如実に示した想定だというふうに思っています。何もやらなければ品川区は甚大な被害を発生をしてしまう危険性があります。東京都政の課題として子育て支援、また高齢者支援、中小企業の支援、もうさまざま都政の課題は山積でありますけれども、私はその中でも特にこの防災対策の強化、一人の犠牲者も出したくないとの決意でこの防災対策の強化をしっかりと進めてまいりたい、この決意でいっぱいでございます。これからも皆様のお役に立てるように全力を挙げて私伊藤浩一働いてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。